おでもーす。はい、ということで今日は、準備の動画を撮っていきたいと思います。はい、ちょっと特ダネの小倉さんみたいにやってました。おでもーす。おめでとう。今日なんか世ではクリスマスマーケットっていうなんかシャレオツなイベントをやってるらしくて、まあ、僕ちょっと田舎者なんで知らないんですけど、ちょっと僕イオンの歳末セールしかちょっと年末のイベント知らないんですけど、イオンじゃない、ジャスコですね。で、まあなんかクリスマスマーケットっていう、あ、今昼帯でやってんだけど、なんかめぐみさんがすごいリポーターの女の子に優しくしてたんですけど、美味しいご飯というか屋台みたいなのがいっぱいあって、で、それでお酒も飲め、お酒も飲めるみたいなイベントらしくて、ちょっとそこに行きたいねって彼女たち言ってて、で、今日ちょっとお休みをちょっといただいたので行きたいなということで、ちょっと準備の様子をちょっとだけみんなに、どんなコスメ使ってるんだろうとか、どんなバーキン使うんだろうみたいなのとかみんなに知ってもらえればなって思ってます。ですから、まずはカラコンですね。あれ使えばいいの？見てください。うちがお世話になっているですね、ヘラヘラ三重師さんのマリナさんがカラコンをプロデュースしたらしくて、これですね、なんだっけ、フェラーヌ、フェレーヌでした、すいませんごめんなさい。エリックはいないな、アイクリルブラウンですね、ごめんなさい。エリックはいない、すいません、それ赤坂5丁目ミニマラソンでした、すいません。みんなカラコンってさ、鏡見てやる派？鏡見ないとできない。嘘、あ、鏡見ないとできない派？鏡なし派？うちはキューブ派？アメソダも出ちゃった、ごめんなべ何派？うちはキューブ派？なべ何派？うちはキューブ派？はい、つけた。どう？あ、でもわかんない、わかんないというか自然、キラキラ、男でもつけれます。はーい、はい、じゃあ届いてます。時間ないんだよね、拭き取り化粧水。だいたい僕あれです、使ってるのはレカルカっていうコスメのブランドがあって、よくその美容好きの人がよく使ってるブランドで、すっごいめっちゃ僕それでニキビとか治ったんですけど、それを一式使ってます。今日はそのだから何、クリスマスマーケット、クリスマスマーケットに行って、でその後銀座で、ごめんなさい、銀座でキノコの鍋、なんかキノコのなんか綺麗な鍋、綺麗な鍋に行くの。ちょっと僕さ、鍋食いすぎじゃない？でさ、動画でもさ、有沢さんとさ韓国の鍋食ってさ、その後多分さ火鍋の動画、火鍋食ってさ、全国の鍋という鍋をさ、あ、この間もカニ鍋食べたの。そう、お父さんが去年もなんだけど、今年も彼女さんの実家に、あ、僕彼女さんの実家に住み着いてるんですけど、カニ送ってくれたの。鳥取の名産カニだから、カニ大きい1個と4つ、カニ4つもらって、彼女さんのお母さんとお姉、彼女さんのお姉ちゃんも帰ってきてて、とそのお友達と5人でみんなでカニ食べて、みんなカニ慣れしてないからさ、うちだけカニ慣れしてるからさ、親ガニもあったからさ、親ガニバーンってやって、そこ、ここの味噌が美味しいんだよとかさ、殻のここ殻を割って、そこに味噌とそのほぐいたやつとで、わーって混ぜて醤油でかけたら美味しいぞーっつってさ、ずっと食べて美味しかったよね、あれね、カニ鍋ね。もうほんとありがとうお父さん、カニ美味しかったよー。え、鍋さ、春ぐらいになったらもうさ、スーパーで売ってないの、鍋の素。あれ冬しか売ってないんだよね、あれ意味わかんなくない？6月ぐらいまで食べたいんだけど、鍋暑い半袖になる時まで売ってほしい。だって一人暮らしの時とか毎日鍋してたもん。コンビニにね、もうね、なんか銀のホイールみたいな使い捨ての鍋みたいなやつにさ、もう一式入ってて、あと火通すだけですよみたいな鍋売ってんの、マルエツプチとかで。毎日買ってた、なんかいろいろあるの、魚のタラとか入ってるやつとか、うどん入ってるやつとか、いろいろあって毎日それ食ってた。え、マジでね、なんか一人の時も火を感じたかったんだよね。え、火ってよくない？マジで僕旅館の固形燃料大好きだからさ、固形燃料で食べる湯豆腐とか、あんな火がクラクラなってたりとか、鉄板で焼くとか、この動作とか、この目で楽しむものじゃん、お料理ってね。
目で楽しむものだからやっぱ一作業欲しいんだよね、どうしても。だから火鍋とかジンギスカンとかそういうのが好きなんだよね。何の話？キャンプファイヤーん？キャンプファイヤーは嫌じゃん。寒いし、臭いし、片付けめんどくさいし。火に謝れ、火がええ。ガス、ガス、ガスしか勝たん。いやいや、そういうのは嫌なんだよね。バーベキューとかもめんどくさいじゃん。みんなと作業はしたくないんだよ。そのなんか火くべるとかさ、あのさ、あれ焼くとかさ、なんか分担するのって嫌じゃない？分担するのってめんどくさい。絶対だってさ、均等になんないじゃん。食器洗う係、肉焼く係、火準備する係とかさあるわけじゃん。絶対均等になんないからさ、それのさ嫌じゃない？なんかごめんねって言って、そう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 、簡単な役になったらうわ申し訳ないなって思うし、逆にさ重たい役になったらさ、いやあいつらなんか先に遊びやがってって思うしさ、均等がいいの本当に。で好み分かれるしね。なんかそういうのやっぱアクティブが好きじゃないんじゃないのかも。あのさ、本当好みの問題なんだけど、魚見たいとか、なんかそういうことなんかマンタが見たいとかさ、亀見たいってなった時さ、みんな水族館行く？それともマリンスポーツする？みたいな。これ結構分かれるの。何かだから動物見たいってなった時に、サファリパーク行くのか動物園行くのかによっても結構変わってくるんだけど、僕絶対動物園なの、絶対水族館なの。どっち？どっち？そうだよね。いや本当にこれ言わせてるわけじゃなくて本当そうで、結構これって逆に海で魚を探したい人とか、サファリパークで奇跡的に会えるというか、本当はいなかったはずのライオンがみたいなっていう。ウミガメと会えて感動。あ、うん、あれ全然何が感動なんだろう。いやそうなんだよね。その何日かに1回しかいないカメに会える嬉しいみたいなのがあるじゃんっていうのが嬉しい人と、別にすぐに会って、なんか何、水族館のそういうなんていう施設的なものでもう見て、あーすごい可愛いってなる、作られた施設みたいなものでを見るのが好きな人と、奇跡的ななんか自分で探しに行くのが好きな人がいて、結構これがさ合わないと友達とかでも結構ずれるよねと思って。あ、これ全然悪い意味じゃないからさ、あのヘラヘラさんと宮古島で撮影行った時にさ、ヘラヘラさん3人とも多分そっちが好きなタイプ、その探しに行くのが好きなタイプだからさ、ずっとさ深夜までウミガメ探しに行ってたの。なんかプライベートビーチにもしかしたら来るかもしれないみたいな。僕一瞬で寝たからね。僕本当にそういうのが興味なくてさ、だったら水族館見た方がよくないって思っちゃうの。夢がないのかな、逆に。あんま良くないのかな。結構その違いは分かれるよね。だから肉食べたいってなった時にバーベキュー食いに行くか焼肉食いに行くかで結構僕は変われると思う。あー確かにプール、絶対プール、絶対プールで、ウォーターフェイドとかもやりたいもん。あ、そうそうそう、その好き嫌いを好みが分かれるよねってこと。あとこの違いは大丈夫だね。パンパンパン、ハイタッチのおまじない。大好き。あれ、これもみんなどっちか聞きたい。あのさ、あれ下地とかさベースとかをさ、あの直接こうやっていくタイプですか皆さん。結構僕さ、あれやってる人めっちゃ変わってる人だなって思ってたんだけどさ、結構いるよね、こうやってつける人。僕絶対一回手に乗せるんだけどさ、みんなどうですか、どっち、どっち。やばい、もうさ、どっちって聞くとさ、もうどっちの料理賞を真似しちゃう自分がほんとやだ。もう伝わんないでしょ、なんか良くないよね。なんか勝っちゃうの、なんかそのさ、もうこのワードを言ったら絶対これを言っちゃうみたいな。だから例えば、これいつやるって言っちゃうと、もうニヤニヤして今でしょってもうやっちゃうの。もうしょうがないの、林先生勝ってるから。他にもいろいろあるんだけど出てこないぐらい自然に出ちゃうの。あ、だからあと、うわめんどくせーって言ったら、めんどくせー、めんどくせー、マックスめんどくせーってさ、エンタ時代のあのマシンガンズさんのネタやっちゃうのよ。だからもうさ、これどうしようもないの、なんか勝っちゃうんだよね。はい、おこなします。はい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 。
やばい、時間がない。早く急いで。はい、じゃあ髪乾かして終わります。はい、髪乾きました。ちょっと濡れてるわ、まあいいや。うーまっ。リップは、リップもレカルカのやつ使ってます。まず、なんか普通の色なしリップでなんか、プルプルにしてから色付きを。なんかね、男の人も内側だけでも唇の色が変わると色っぽく見えるらしいから、ちょっとこれ、あの、手越くんがやってたんで、あの、真似してます、すいません。はい、手越くんが、あの、会見開いてた時にこれつけてて、あの、ハイヒールのリンゴさんが、なんか、あの、唇の内側に赤い色つけて色っぽいわって言ってたんで、リンゴさんがね。ちなみにリップはクラランス使っております。はい、すいません、ちょっといい女で。どうですか、関節キスしてみる？ちょっと石原さとみがすいません。そうだよ、ちょっと飲んでみ、ちょっと関節キスしてみ、関節キスしてみ。石原さとみ5年ぐらい前。あ、今日の服を紹介します。紹介します。証券会社に勤めている杉本さん、背はまあ低い方だけど優しい人。これ可愛くない？僕可愛くてこれよく着てるんだけど。え、嘘。僕がなんで、あの、いつも女性用の、あの、ヒートテックを着てるかっていうと、こういう服が多いので、あの、できるだけここを開けたいので、あの、こういう服着てます。はい、可愛くないですか？はい、こういう感じです。あ、どうした？着たいの？いいよ。はい、ちくわぼくんです。あはかわいい、かわいいです。こんにちは、ちくわぼです。好きな食べ物はバナナです。ごほほほ、ほら、喋ってます。違う、こんにちは、ちくわぶです。そうっすね、まあ、好きな食べ物は、まあ、ささみとかも最近よく食べてます。イケメン俳優の喋り方させちゃった、これ。ボソ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 、中身のないけどゆっくり喋るイケメン俳優の喋り方しちゃいました、ごめんなさい。ということで、クリスマスマーケット行ってきます。バイバーイ。バイバイ、ありがとうございます。バイバーイ。